へえ、はい。何もかも理解いたしました。つまり、そのサーヴァントという方々と一緒に、あなたはお遊戯をなさっていたのですね。まあ、可愛らしい。もう、本当にあなたは気をもませる方です。最初からそう言っていれば、少々は叱りこそしたかもしれませんが、温かく見守るだけでしたのに。そういうことでしたら、どうぞ、ご自由になさってくださいまし。来光はあなたの気が済むまで、あなたのおままごとに付き合いましょうとも。それにしても、町を救うなどと。本当に可愛らしいことをおっしゃります。さあ、あなた、お腹が空いたでしょ？お夕飯にいたしますから、着替えてきてください。今日も暑かったでしょうし、今日は少しさっぱりとしたものにしますね。あなた、それではぜひとも今度。私もあなたのお遊戯会に参加させてくださいましね。何かおっしゃいました？ああ、おはよう。と言っても、すでにだいぶ日も昇ったか。まあ、それはいい。ところで、以前言っていた魔術の特訓、忘れていないだろうな。今日は土曜日で、仕事もないのだろう。ブリュンヒルデの様子もだいぶ安定している。寝たきりというわけでもなし、つききりの看病も必要がない。マスターの腕を上げるにはいい頃合いだ。昼過ぎ頃、先日あの魔女と遭遇した配送庫のあたりでお茶を。あ、問題ありません、マスター。ご覧の通り。ああ、いくつか確かめたいことがある。個人差はあれど、サーヴァントというものは根っからの魔力ぐらい、魂ぐらいだ。承知しているな。我々二人とお前は
現在魔力経路がつながっている。今から私たちは戦闘状態、すなわち通常以上の魔力放出を行う。その状況にマスターが耐えられるか、その検証をしてみたい。お前も仮にもマスターであるなら察していることだろうが、私たちはこれまで貯蔵した魔力をやりくりしてきた。この状態で二人同時に魔力供給を続けてみせろ。そこまでだ。ブリュンヒルデ、カバンを取ってきてくれ。栄養ドリンクと精力剤、それと固形のカロリーブロックだ。無理にでも腹に押し込めろ。多少はマシになろう。ケルトでは食わぬと死ぬのが戦士の定めだ。食わねば回復するものも回復せんぞ。幸い現代の食料はその点で極めて優れておる。ほれ食え。これはマスターが窒息しているのでは。ん？あ、水分が足りなかったか。ではそこの黒茶色のボトルを。はい。炭酸を抜いたコーラだ。コーラはいいぞ。炭酸だけが邪魔者だが、これはそれを取り除いた完全飲料だ。コーラには果糖とカラメルが多く含まれており、エネルギー転換効率が極めていい。カフェインも含まれるため覚醒効果と鎮痛、そして疲労回復に絶大な効果が。何、10分もすれば問題なかろう。焼けついた魔力回路とともに体力も回復する。横になったままでいいから聞け。私の見解だ。やはりマスターよ、お前では戦闘中に指揮できるサーバントはおそらく一機が限度のようだな。私とブリュンヒルデが揃っても2機同時運用は不可能だったことは先ほどの実験で明らかになったが、戦闘状態を維持せずとも役立たずというわけではない。戦闘に参加しない他のサーバントも支援や援護を行うことは十分に可能なはずだ。さて、幾分かは回復したか。十分だ。では実戦練習と行こうか。まあそのようなもの。
準備よし。見ての通り適当な亡霊を一体用意したぞ。この剣に仕掛けられたちょっとした手品のようなものだ。それよりも実践だ。我らを刺激し、見事にこの亡霊を退去させてみよう。壊します。ごめんなさい。優しくしないで。私、まあこんなものか。しばらく休んでおれ。今の戦闘の指示、初めてにしては上出来だったぞ。しばし休んでおれ。少し買い物に行ってくる。コーラでいいな。つつましやかだな、我がマスターは。大丈夫ですか、マスター心配ありません。学園寮の方でお世話になっていましたが、今は荷物をすべて司葉さんの隣の部屋に運び込んでありません。心配いりません。とても優しくしてくださいませ。特にラテン文字の影響を受ける前の古代ルーンの話は大変興味深くて、それにケルトと北欧それぞれの神話に登場する英雄の比較と考察も大変面白くて、ずいぶん面白そうな話をしているな。
それを飲んだら訓練再開だ。よし、ではやるぞ。